グラント船長の子供たちの扉へ、エドアール・リュウーは、19世紀フランスのイラストレーター、画家、イルイコールエイコールビーレケンサン・イコールセルバンで1833年12月2日に生まれる。子供時代は、港湾とシルワーブルで過ごし、海辺の生活には大きな影響を受けた。印象派の先駆である、シャルル・フランソワ・ドービニーに支持し、 フォンテーヌ・ブローの森の風景画を引っ提げて1859年にデビューした。しかし彼はむしろ挿絵画家として記憶されている。彼の絵はギュスターブ・ドレのそれとチカシーが風であり、エッツェルが出版するジュール・ベルヌの諸作品を飾った。気球に乗って5週間、指定旅行、グラント船長の子供たち、海底に万里、チャンセラー号のイカだ、など多数の作品が理由の挿絵である。 彼のイラストは版画に写され、ベルヌ以外の多くの文学作品にも採用されている。例えば、ウォルター・スコットのアイヴァン・ホー、アレクサンドル・デューマのモンテ・クリスト・ハク、そしてエル・シャトリアンの作品群が挙げられる。理由はまたカミー・ユーフラ・マリオンのレモンド・アバントラ、クレイアス・ヨンデ・デロムやルイ・フィギエのラテル・アバントル・デルージュといった通俗科学書の挿絵も描いた。彼は、生涯に、 スーマンのイラストを描き、出版社たちからの推薦で、レジオンドヌール勲章を受賞した。1900年1月27日、パリで没。ありがとうございます。